おはようさんです。今回は西大路三条から四条大宮まで、できるだけ嵐電に近く、できるだけ細い道を走ります。サイインまでは線路沿いをのんびりと。サイインから四条大宮間、壬生地域の南部をうねうねと。速度は等倍ですので、 YouTube の設定で好みに応じて変更。音声解説はここまでになります。では行きましょう。Oh.
これで乗っちゃったけど、
Mm-hmm.